いけた。副将、池田屋の勤皇志士40名、刀を取って抵抗しています。斉藤君、池田屋に入ったら吉田利丸と桂小五郎を探せ。雑魚は平大使に任せていい。何している？Oh, a good few punching bags.Nine are dead by me. I'm still pulling my weight decently. What?For me. クソが長くだ。斉藤か、油断したわ。That is a big man. いや、吉田利丸へ。なるほど。こいつが今日を焼こうとしている親玉ってわけか。こいつは俺が引き受けた。 Another familiar face。 見事や斉藤、お前はわしが想像しとった以上かもしれんな。せやけどまだ桂小五郎が残っとる。奴を捕まえへんうちは何も終わらへん。桂を探すんや。
Okay. That is a lot of blood. Let's see if I can get half of them dead. Six more at least. Oh, Hello. Got it. That means I've killed over half of their soldiers by myself. Saito-san, Oka ni Katsura na. Ore tachi ja te ni uemasen. Hayaku itte yatte kudasai. I would, except no. Four more levels for that. Challenge in one. Oh, number 22, thank you. Again, 23 and 24. Get to make your turn. Try, but yeah, that's not good. Okay. Fuck this. Not that one. That means at most they will have 11 that I didn't kill. Nope. 29, 30, 32, 33, 34. Six more soldiers in this building. よ、久しぶりだな、斉藤さん。ニーボリ松助。へえ、
よくあの偽名を覚えててくれたね。でも今日は本名を名乗っておいた方が良さそうだな。こんな状況で隠しても仕方ないしね。まさかあんたが。ちょっと危険な長州藩の舵取り役、桂小五郎、よろしく。あんたが桂。そういうこと。どうしてあんたほど切れる男がこんな無謀な計画を立てたんだ。ああ、やっぱりそういうことになっちゃってんだ。実はそれ誤解なんだよ。なんだと？いや、俺は必死に豊島のさんを止めたんだよ。こんな計画やめなさいって。でも全く聞き入れてもらえなくてね。ただでさえ好戦的な長州の連中に加えて、今回は土佐や肥後の奴らまで加わったもんだから大変なことになっちゃって。で、仕方ないからあんたんとこの監察さんに古鷹のことを見つけてもらうように仕向けたってわけ。じゃあ山崎に情報をつかませたのはあんたの仕業だったってのか。彼には悪いことをした。辛い拷問にもあったに違いない。でも今日の町を焼いちまうってのよりはマシだと思ってたんだが、今度は自分の身も危なくなっちまったな。なあ斉藤さんよ、人間ってのは命あってのものだれだ。どうかここは見逃してもらえないか。あんた、俺の話を全部信じてくれとは言わない。でもさ、無駄な殺し合いしたってこの国は良くならない。それにあんただって土佐に戻ってやらなきゃいけないことがあるんじゃないのか。武市さんだってそれを望んでるはずだ。武市？あんたなんでその名を。なんでって、だってあんた坂本龍馬さんなんだろ。武市さんから大体のことは聞いてる。あんたが新選組に入った理由も知ってる。だからあんたが俺を殺す理由はないはずだ。だろ。どういうことなんだ。ゆっくり話を聞かせて。不意打ちか。俺もまあまあ姑息の手は使うけど、そんなことはしない。むしろ斉藤、そいつが桂小五郎へ。悪いがここで死ぬわけにはいかないんだよ。というわけでよろしく。俺のこの国を憂う熱き思い、分かってくれるよね。あ、よく分かった。長倉、こいつは俺の獲物だ。手出しは無用に頼む。なんやと。上等。Good old Sky Finance, Molly. Eternal gold. Cute.
カズル、今度は鬼の副長か。ここまでだな。今日の借りは今度返すってことで、もう一芝居頼むぜ。面倒言いやがる。おい、待て、カズル。悪かったな、仕留められなくて。お前、皆ご苦労だった。桂小五郎は取り逃したがな。さすが逃げの小五郎やな。でも他の獅子たちは切るなり捕らえるなりできたんです。まあ上々じゃないんですか。ああ、それに他の収穫もあった。ああ、何のことや。この中に勤皇派の患者が紛れ込んでいるのが分かったということだ。ほう。しかもそいつはどさくさに紛れて獅子どもを逃がそうとしていた。へへ、こん中にそいつが誰だろうな。あの、土方さん、その裏切り者って松原さんのことでしょ。何言っている。平助、くだらない冗談を言っている場合じゃないぞ。松原君、君の素性は分かっている。長州藩の人間なんだろう君は。副長、そんな私が長州だなんて。カラスとか言ったか。その情報屋を使い、我々の情報を長州藩に流していたということは調べがついている。そしてそのカラスを君が処分したことも。お前、俺のことを撃ったのか。監察の山崎が突き止めたんだ。3ヶ月ほど前から君が幾人もの情報屋に接触していることは知っていた。何かしらの目的があってのことだとは思ったが、まさか長州からの患者だったとはな。ちょっと待ってくれ。それならこの新入りだと同じようなもんだ。こいつもカラスとは近い関係だった。疑うならこの男も。見苦しいぞ。どのみち裏切り者は粛清される。おとなしく死を受け入れたらどうだ。解釈してやれ、斉藤君。君がカラスという男と接触していたのは新選組に入隊する前なのだろう。ならばそのことを追及するつもりはない。どうしてそれを。今日の町の道場で腕の立つ剣士が天然理心流を探している。そんな情報が私の耳に入らないとでも思っていたのか。理心流を追うことは罪ではない。その類稀な剣の腕を新選組のために使ってくれるのなら、私は君を疑うようなことはしたくないのだ、斉藤君。この長州の患者を切り、そのことを証明していただきたい。さあ。
多摩の百姓風情が生きがりやがって、近藤勇みたいな学も教養も信念もないような男に付き従うお前らに長州がやられてたまるか。カラスから聞いたぜ、お前が新選組に入った本当の目的は。元さん。局長と玉を愚弄され、黙っているわけにはいかない。邪魔をしてすまなかったな。頭に血が昇ってしまったようだ。火の上。よし、じゃ、そろそろ帰るとすっか。そうですね、もうクタクタですしね。松原が減った分、褒美の取り分も増えるってもんやね。おう、そりゃそうだ。あんた、頭いいね。ねえ、武田さん、せっかくだから、もう一人減らしちゃいましょうよ。面白い。やってみろよ。いつか泣いてんの。次は、敵を取り逃すことのないよう頼みますよ。斉藤、よう覚えとけ。これが新選組っちゅう組織や。疑わしきは粛清する。俺はお前を粛清しとうない。どういう意味だ。次に敵を見逃すときはもっと分からんようにうまくやれちゅうことや。Second leader I've killed. Well, that's killed because of me. Wonder if I get another promotion. Tosa を脱藩した龍馬は、吉田東洋を暗殺した覆面の男を追い、斎藤はじめの名で新選組に潜伏していた。手がかりは東洋を殺害した剣、天然理心流。その使い手である覆面の男は新選組の古参幹部たちの中に潜んでいるはずだった。龍馬は新選組として血にまみれた任務に身を沈めている。後に池田屋事件と呼ばれる勤皇志士への襲撃は一夜にして新選組の名を轟かせた。だが覆面の男に最も近いと思われる局長近藤勇はまだ姿を現さない。2Realmus? これはこれは勝先生、幕府のお偉いさんがこそこそおいでになるとは。ここらで薩摩に鞍替えでもする気でっか。あんたに身の振り方相談するためにわざわざ今日まで来たわけじゃない。いつまでたっても動かない薩摩芋の尻を叩きに来てやったんだよ。相変わらずやね、勝藩は。理想だけの長州が突っ走ったところで幕府は倒れない。これからは薩摩の武力がものを言う局面だ。とても幕府の人が口にするセリフとは思いまへんな。
今日は腹の探り合いはなしだ。私が本当は幕府側の人間でないということは知っているのだろう。ま、なんとなくは。これまで上の連中に異国に負けない国づくりを訴え続けてきたが、奴らの固い頭は変わらない。ならいっそ幕臣という立場を利用して幕府を中から破壊してやろうと思ってな。ほう。手を組め西郷。うちにいる私と協力し、外から幕府を叩くんだ。幕府に戦争を仕掛けろ、チュンデッカ。ああ、戦争に勝った暁にはあんたは新しい国の頂点に立てる。悪い話じゃないだろう。それに今日はあんたらが戦に勝てるようとっておきの武器を連れてきた。武器？この男はイギリスの武器商人と深いつながりがあってね。その気になりゃ江戸城を一日で落とせるほどの武器弾薬を調達できる。土佐脱藩浪士坂本龍馬だ。坂本龍馬。That bloody copycat. Only I am me. 新選組のトンションに行くのか。ああ、それがどうかしたか。ちょっと気になることがあってな。なんだ。お前が池田屋で桂小五郎と話したって内容のことだ。やつは竹地からお前の素性を聞かされていたんだったな。ああ、だとするといずれ桂はお前の正体を新選組にばらしちまうんじゃねえか。どうしてそう思う。所詮桂は長州の人間だ。その長州にとって新選組は天敵。三番隊の隊長が勤皇派の大物と兄弟分なんておいしいネタ放っておくはずがねえだろう。やつが俺の素性を組に密告すると。そうすりゃお前は松原の二の前だ。三番隊隊長は粛清、長州にとっちゃ新選組の戦力源は願ったり叶ったりのはずだ。桂はそういう手を使う人間には見えなかったかな。でもよ、どのみち桂がどう出ようが俺が新選組の中で動ける時間は限られて。どういうことだ。俺が天然理心流を追っていることは池田屋で幹部たち全員に知られた。ああ、そうだったな。今のところ新選組にとって俺は戦力になって、少しでも必要とされている間は粛清されることもないだろうが。残された時間はあとわずかということか。だから少し強引にでも覆面の男に迫る必要がある。時間のある限り新選組に顔を出してあの男に近づかなければ。近藤勇のことが。相変わらず接触できてないのか。ああ、トンショにもまるっきり顔を出さねえ。お前が見たとこ一番怪しいのはやっぱり近藤か。東洋様をやった覆面の男は。さあな。だがそうでなかったとしても近藤なら覆面の正体を知っているはずだ。ああ、天然理心流の元締めなわけだからな。近藤も局長である以上いつまでも姿見せねえってことはないだろう。その機会を逃さないためにも俺はなるべくトンショに顔を出すつもりだ。I'm leaving that here.